はい、始まりました。始まりました。よしひこ YouTube チャンネルです。おちゃんと言えましたね。はい、今日はですよ。はい。プロ野球 OB に会いに行こうシリーズ。シリーズね。はい。はい、今、ちょうど宇野さんが流れてるんですけど。はい。まあ、やっぱり中日ドラゴンズといえば。はい。誰ですか。いや、星野さんよ。じゃあ中日ドラゴンズキャッチャーといえば来ますさなかなかで中尾選手ですよね。はい、今日本日ゲストは中尾さんに来てもらいました。はい、こんにちは。こんにちは。で、今日これね、コロナに負けないプレイボール、よろしく。焼きサバ高菜って、これうまい、うん、うち専用で作っていただいてもらってですね、はい、で、あの3ヶ月間で、思ってた数字の実は3倍ぐらいの発注が来てまして、で、ご飯にもよし、はい、パスタとかお茶漬けとか、なるほど、あ、いろんなものに、はい、これは我々お土産でございます。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。いただきます。食べて。はい、これね、俺いつも中尾中尾って言うけど、はい、同級生じゃないからな、本当は。あ、違うんですか。こいつね、違う、こいつねって言ってたらいいですよ。そこなんてばかりだよ。本当は1個下なんですよ。あ、そうなんですか。僕ね、はい、大学入る時に一応してるんで、はい、大学生では1つ下の、はい、同級生、はい、同級生なんですけど、はい、高校から、はい、プロ行った連中はみんな中尾さん中尾さんって言うんですよ。あ、そうですよね。よしひこだけだっていきなり中尾中尾って言い出した。いやいや、俺ね、その時にね、誰かに聞いたんよ。聞いて、同級生だよ、出せってなんか言われたから、あ、同級生なんだと思って、で、大学の学年見てもそうなるやん。で、ずっと、で、辞めてから、ある人に、辞めてからかよ。辞めてからよ。それまで知らなかったのかよ。全然知らなかった。現役の時ずっとさ、俺、中尾さんって呼んだことないやん。ないもう、ずっと中尾、ずっと中尾ってずっと呼んでるから。で、辞めて、ある時、あれ、中尾って、あれ、多分ヨシの一つ上だぞって言われて、え、なんでって。俺ね、YouTube で最初嫌だやってたやん。はい、あんま好きじゃないよ、俺、うん、こういうのは、うん、でもやってるうちにすごい面白くなって、うん、で、このね、OB シリーズがあるやん、はい、まずカープの OB とか、はい、で、OB シリーズになると、普段会えない人に連絡取って、そうですね、こうやって会えとる、うん、ウーヤもそうだったやん、うん、で、マメ長島も取ってもらったんだけど、うんうん、やっぱね、辞めて何十年経つやん、うん、そうするとやっぱね、あの頃やってた人たちとこういう話するのがすっげー楽しいな。見てても楽しいもんね。そうですね、ファンの方もやっぱりそれ待ってました。やっぱり企画力の本題入ろう。僕のおかげじゃないですか。何やってあ、本題いきましょう。吉彦さんに、はい、ベストナインを聞くときに、はい、キャッチャー必ず中尾さんなんですよ。あ、そうなんですか。はい、いや、それは光栄ですね。で、吉彦さんでそんなこと言われるなんて。やってくれる。必ずやっぱり中尾かなって必ず出てこられるんですよね。だからまあ逆にその吉彦さんが当時中尾さんのことをどういうふうに見ててたかとか、まあちょっと誇張はいいでしょうか、はい、どんな感じだったでしょうか。あ、入ってきた時に、はい、俺びっくりしたもんな、あの動き、あ、運動神経です。いや、キャッチャーじゃないんやから。バント構えた瞬間さ、もうそこにいたろお前。そんなことない。いやいや、バーンとしたらもういるんよ。はあ、ははあ、あれ、ほんと動き早かったろですよね。おかしい。いや、でもそれはね、やっぱり木松さんを抜くために、うん、やっぱり木松さんとこう違う部分で目立たなきゃいけないから、うんうん、まず肩、うんうん、でその後ブロック、うん、でそういう動き、うんうん、この3つは、あ、うん、木村さんに抜けるなと。すごかった、抜群って必ず言われますもんね。肩なんかの俺さ、たまに勝負かける時あるんよ、はいはい、今でも覚えて中尾 に刺されたけど、はい、マッチで肩抜群にいいからね。あ、うん、だから今俺たち野球見てると、うん、なんか
一つに得してるとそこをみんなこう、うん、取ってくれるやん、うん、はいはい、いわゆるあの海キャノンとかですね、海キャノンとか、はいはいはい、もうそういう時代じゃないもんな俺たち的な、そうだな、だから盗塁でも巨人のほら、まあ、ダイソーだね、うん、ああやってあの頃今井ジョージがいたやん、はい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 、あれでもダイソーったらすごかったろ、だったな今井は、あそうですか、いや中分もぐらいやから、あいやもう大学の時からやっぱり早かったです、あ、はい、大学一緒にやってる、中央だからあいつ、あーそっか、あそれ以上勝つ強かったからね、はだからね、はい、映像をなんかねキャッチャー部門で映像を流して肩も強くて、今オリックスの監督中島監督、中島、はいはい、あれも強かったよな、はいはいはい、肩自体は中島が一番強かった、強い、あーそうですか、取ってから速いわ、肩強いわ、動き速いわ、キャッチャーしかやったことない、レフトもあるよ、外野に1年間だけ、星野さんの最後の年、あそうなの、うん、大学の時は、大学の時はキャッチャーだけど、うん、高校の時はいろいろやったけど、うんうん、え、高校の時何やったの、高校の時1年入ってすぐレフト、ピッチャーやってない、ピッチャーもやった、あ、うん、練習試合であのノーヒットノーランもやってる、おおすごい、高校の時ほんまね、考えたらさ、今大谷君がさそうですね、二刀流言ったけど俺たちの時みんな二刀流やったよ ね、高校生はね、うん、全員そうでしたよね、高校どこ、滝川高校、あ、滝川高校、別所さん、太田さん、おお、はいはい、名門ですね、名門だね、うん、まあまあ名門かなそういう目見たら俺の城西高校は名門になんないんだよな、吉井子さんが出た学校っていうことで今名門になってるじゃないですか、2回出たけどね甲子園、はい、そうですね、すごいね、うん、甲子園出るってやっぱりすごいことだ、一応ピッチャーで呼ばなかったね、いや吉井子はすごかったもん、すごい、あ逆に今度はその中尾さんから見た吉井子さんってどんな感じだったの、いや足速いし、うん、まあバッティング最初右だったんだろ、最初右、ほんでプロ入ってからスイッチ、スイッチになったんだよね、うん、だからスイッチでも左でもパワーあるし、はいはいはい、もう浮いてたらもう足速いからキャッチャー流せですよ、あー吉彦もいたし、うん、翔太さん、翔太、山崎、はいはいはい、1、2、3番いたいぞ、はい、で4番、5番が小林さん、水谷さんでしょ、木村さん、はい、もうほんと広島嫌だったですよ、あそうだったんですね、すごいよ、長島もいたし、あの頃さ、中日でさ、自分でこう受けてきた時に、うん、誰が一番すごかったの、すごかったのは、あピッチャーですか、ピッチャー、あピッチャー、うん、いやまず江川よ、今まで、あーそっか、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 江川のピッチャーはいない、俺の中では、まあ、でも大学見てるか、あ大学見て、俺高校の時に、うん、高3の春に、はい、作新が甲子園知ってる、知ってる、知ってる、知ってるでしょ、うん、それでその甲子園の前にたまたま 2,3 年前に作新から滝川に来られた先生がいて、はい、で作新出るから合同練習やらせてください、うん、で一緒に合同練習したんですよ、はい、でその時に江川が来ていきなりこうキャッチボール始めてすごいもう軽く投げてフワンフワンボール落ちてこないの、あフワン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 って伸びながらもう100枚だから軽くないでしょ、それ見てびっくりした、じゃあ俺も遠投120ぐらいは投げてたんだけど、すごいね、すごいですね、おいで、いやまず最初ケツ見てびっくりしました、あ体の手がさ、はい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 、うん、それでシートバッティングやったのよ、はい、うん、で笑顔が泣いたの、うん、で1番2番3番空振りかすりもしない、あで僕がね2球まっすぐファウルしたんだ、うん、で2番ぐらいになって1球で頭のとこ来たの、やべえと思って抜けたらカーブをストーンって、もう手も足も出ない、でも江川はその頃まっすぐしか投げなかったから、うん、江川にカーブを投げさせて男って出たの、すごいですね、はい、すごい、まっすぐとカーブしかないからね、うん、当時はもうまっすぐしか投げなかったよ、当たんねえから、でそうだね、高校の時の江川さん3年の時ちょっとテレビやってたよ、うん、そしたらさバッター腰回らないんだよね、あのこうやって振るんだよな、あで大学行って法政じゃん、うん、法政で肩壊したよ、うん、江川さん、うん、だから袴田さんっているやん、うん、あの人がバッター行くの話聞くよ、うん、江川さんの話を、うん、そしたら大学の時すごかったんじゃない、俺は高校の時のすごかったと、ああ高校ね、うん、でもプロ入ってからやったやろ、やってる、であの時はもう江川さん俺たちは目もくれないで適当に投げてたからね言ってますよね、だからみんな江川さんすごいっていうのを人たちはみんな超一流バッターが言うの、はいはい、そうですね、かけさそうそう、あの辺が全部言うよ、うん、
江川さんのことはすごいってやっぱナンバーワンで、うん、ごめんその前後打ってる連中みんな手抜きされてるからマジであの結構人見るんで昔からやるんです。本物見るでしょ、うん、でこいつはこれぐらいの力だったら空振り取れる、うん、そういう感じで投げてたみたいで、だから全然違うって言うもんね、うん、だからみんな超一流の3番4番打つ人たちは聞いたらみんな江川さんが一番すごいって言うわけよ。その時に俺たちえそんなことないやけどなっていう俺たち言ったらおかしいかもしれない、ね、俺がいるわけよ、はいはいはい、やっぱ見たの小松、うん、あ小松も早かったんだよな。江川さんのオールスターでなんか初8連続、はい、あの時のバッテリー中尾さんじゃないですか。ですよね。今回ですね、我々がいつもお世話になってるお店の味一はるか、そうです、新しく新商品が出まして、うん、これうまいもんすごく美味しいんです。本当にサバの味と、うん、鷹のちょっと、うん、ちょっとしたピリッとした辛さ、うん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 、でこれがね最高最高、うん、まあ鷹ってうまいからね。うまいっすよね。でうまい鷹にうまいサバやろ、うん、そうですね。うまくないわけないよこれ。ですよね。本当に大好きだ。いい笑顔っすね。おいしい。よかった。最高です。この騙されたと思って、うんうん、一度、うん、ご賞味あれ。なるほど、うん。ヨロピコってことですよね。ヨロピコ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。もう一度いきます。